こんにちは、粟田洋介です。今日は良い作品とそうでない作品の基準についてお話ししたいと思います。まあ、どんな作品が良い作品で、どんな作品がそうじゃない作品かというお話ですね。で、今日お話しするこの基準っていうのは私の個人的意見に過ぎないんですけど、まあ作品の良し悪しを決めるなんて全て個人的意見なんじゃないかと思います。なんかたまに私が作品を褒めた時に、美術系の学校出たばっかりの人とかは、でも学校の成績は悪かったんですよねって言ったり、あとなんか習い事してる人だったら、先生からは一度も褒められたことがないなんて言ったりする人がいたりします。で、そう言われた時はいつも私はそんなの関係ないって言うんですけど、それは本当で、だって現に見た作品は私が素晴らしいと思ったんだから、私にとってはそれはいい作品なんです。先生に褒められるとか成績が悪かったとか良かったっていうのは全然関係ないんです。学校の先生とか専門家に褒められなければダメってことはないと思うんですよね。だって学校の先生とかそういう専門家なんていうのは、こう世界中人がいっぱいいる中での一握り、もしくは一つまみ、いやそれ以下の人数しかいないですよね。作品っていうのは全ての人たちが楽しむものです。だからどれがいい作品とか悪い作品っていうのは、先生とか専門家とかだけが決めるものではありません。まあ学校の先生とか専門家っていうのはその道を極めた人たちでしょうから、私はすごく尊重するし尊敬するし、言ったことは正しいと思うんですけど、違う視点だってあると思います。で、私が思ういい作品か悪い作品かの基準っていうのは、誰にとっていい作品で、誰にとってそうじゃない作品かということです。だからその作品が好きだと思う人にとってはそれはいい作品だし、まあその作品が嫌いだったりそうじゃなかったりする人にとっては別にいい作品でも何でもないということになります。まあたまに自分で好きじゃなくてもいい作品だって思う時ありますけどね。まあそれはさておき、例えばある一つの作品を誰かがすっごい好きだったとします。でもあなたはそんなに好きじゃないっていうことはよくありますよね。絵画でも音楽でも映画でも食べ物でも人それぞれ好みは違います。だから一枚の絵があれば、それを好きだと思う人もいれば嫌いだと思う人もいて、まあ何とも思わないという人もいます。だからさっきも言ったんですけど、作品がいいとか悪いとかっていうのはその人が好きか嫌いかということなんじゃないかと私は思います。まあどんな作品でも人によっては良いと思う点もあれば悪いと思う点もあると思います。ではテクニック、アイデア、表現力、そういったものがすごい高くて、それで火の付け所のないような作品はどうなるんでしょうか。そのような作品ならきっと多くの人が良い作品だと思うでしょう。でもそんな作品でもつまらない、面白くないと思う人がいるはずです。だからそんな火の付け所のない作品でも面白いと思わない人にとっては良い作品ではないのです。まあつまらないけどいい作品だっていう言い方もあるかもしれませんけど、こんなの悪い作品だっていう人もいるかもしれません。でもいいんですよ、それで。まあ全ての人に好かれるっていうのは無理だという話です。逆にテクニックも最低、何の面白みもないと多くの人から思われる作品があったとします。まあそういうのは多くの人にとっては悪い作品となるかもしれないんですけど、逆にテクニックも最低、アイデアも最低、だけどそれがいいんだ、面白いんだっていう人ももしかしたらいるかもしれませんよね。多分いると思います。多くの人から悪いと思われる作品、でもそれがいいんだと思う人たちにとってはいい作品ということになります。まあ絵を描いてる人の中にはまだまだ未熟だと今描いてる作品に自信が持てない人たちもいるんじゃないかと思います。だからテクニックとか表現力とかいろんなことを磨いて努力するってことは大切だと思います。でもたとえ未熟でもその魅力っていうのはあるし、例えばスキルアップとか経験積んだりすることによって失うなんか魅力的なこともあるかもしれません。今描いている作品には今の魅力があって、未来の作品にはその未来にある魅力が映し出されることでしょう。だからどんな人だって今現在を楽しんで、そんで今描いている絵を楽しめばいいんだと思います。まあ、私自身も今自分の過去の作品を見た時に未熟だったなと思って恥ずかしくなることがあります。でも過去の私の作品が好きな人に今の私の作品が好きじゃないって言われたことがあります。まあ私はその頃の方が未熟だったと思うんですけど、その人にとってはその時の作品の方が良い作品だと思っているわけです。まあ自分でも確かにあの時あった魅力、まあ良さが今の私の作品にはなくなったなと思うことがあります。
でも私はそれはそれで良いと思います。今描ける作品は今しか描けないし、過去に描いてた作品は過去にしか描けなかったものなのです。で、私は過去を生きているわけじゃなくて、今現在を生きているのです。未来の私が今の私の作品を見た時に、とても未熟だったんだなって思うと思います。それでワップしたいなって思っています。でもそれと同時に、自分で言うのも変ですけど、今持っている良さとか魅力っていうのが未来の私の作品にはなくなってしまったなぁとも思うかもしれません。思わないかもしれません。未来のことなんてわかりませんが、その時その時を楽しんで、そしてベストを尽くせばいいんじゃないかと私は思っています。私は今現在を生きて、今しか描けない絵を描いて、そのことを私はすごい嬉しく幸せに思っています。過去の私が絵を描いていたことが積み重なって今の作品になっているように、今絵を描き続けることによってそれが未来につながっていくんだと思います。まあ、お話したことを二言で言うと、良い作品とそうでない作品の基準っていうのは、人それぞれの好みによって変わってくることだし、その作品のレベルとかそういうのっていうのも関係なくて、その時その時の良さがあったりするので、まあスキルアップしていくのは大切なんですけど、そのレベルとか関係なしに素晴らしい魅力的なものというものがあるので、その時その時の魅力を発揮すればいいんだと私は思います。ということで、今回の動画は以上です。私の YouTube をご覧いただきありがとうございます。もしよかったら高評価やチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。